そして3つ目の授業は、はい、まあ、いわゆるマースの言葉の授業ですけども、こちらはどういった授業になられるんでしょうか。まあ、すごくシンプルに言うと、はい、まあ、一つのアプリでいろんな交通を、まあ、自由に組み合わせて乗ることができるというものなんですけど、はい、なんでやるのって話なんですが、はい、よくよく考えると起点と終点、例えば、はい、家を出て会社に行くとか、はいはい、ホテルを出て買い物に行くっていうと、なんかどっちも不動産だったりして、はい、この間の交通も含めて、家から出てある交通を使って不動産に行くっていうと、ここをセットにしてなんかご提供すると、はい、まあ、もしかしたら不動産の付加価値アップにもつながるかもしれないし、はい、町間競争、はい、あ、日本橋今市だなとかですね、はい、そういうことにつながるんじゃないかということで、今さまざまなトライアルをしています。